こんにちは、エポックタイムズの金丸真也です。今日のテーマは、お金は消えた、五十四兆元増発も中国デフレです。中国共産党が公表した最新の数字によると、二千二十四年一月の中国全国の消費者物価指数 CPI は前年比で零点八パーセント減少し、経済のデフレリスクが続いていることを。 示していますしかし注目すべきは2021年から2023年にかけて約54兆元の人民元が増発されたにもかかわらずそれが中国経済や国民生活に何の良い影響も与えていないことです。本日はこの話題について皆さんと一緒に見ていきたいと思います。本日の構成は こちらです 1. 中国経済の奇妙な矛盾 2. 増発されたお金はどこへ以上2つのテーマに沿って進めてまいります今日の動画は通常の経済とは違う中国経済について皆さんが把握できることを願い作成いたしました34年ぶりの株価最高値を更新した日本 中国経済の真実の状況を見極め動向をつかむことは多くの人にとってとても気になるところではないかと思いますどうぞ最後までご覧ください今回の動画は youtube では途中までしか公開されませんので最後までご覧になりたい方はエポックタイムズジャパンウェブサイトの epoc tv でフルバージョンをご覧ください 月額購読料は千百円です。中京が公表した最新データによると。二千二十四年一月の消費者物価指数 C. P. I. は。前年比で零点八パーセント減少し。過去十四年間で最大の下落幅を記録し。市場予想を下回りました。中京は統計データを操作して事態を美化する傾向にあるため。 実際の状況はさらに深刻かもしれません統計データでは1月の食品価格は前年比で5.9%下落し中でも豚肉、生野菜、果物の価格がそれぞれ17.3%、12.7%、12. 9.1%下落し CPI の前年比減少の主な要因となっています2023年の初めから24年1月にかけて 中国の CPI の前年比データは減少傾向を示し現在4ヶ月連続で減少しています2024年1月の前年比減少幅は2009年9月以来の最大記録を更新しデフレ圧力が高まっていることを浮き彫りにしました同時に1月の全国工業生産者出荷価格指数 PPI は前月比および前年比ともに減少しました P. P. I. は前年比で二点五パーセント減少し。前月比で零点二パーセント減少しました。しかし、公式統計データは二千二十一年から二十三年にかけて。中京が約五十四兆元の人民元を増発したことを示しています。二十三年十二月末時点での中国の抗議の貨幣供給量。m ムは二百九十二兆二千七百億円。

二十二年には二十八兆千四百億円、約五百八十七兆円を発行しました。この二年間の合計は五十三兆九千八百億円、千百二十六兆円に上ります。M2 は流通している通貨の総量に、当座預金、定期預金、および貯蓄預金を加えたもので計算されます。中国の財政税務の専門家である馬成功氏は。 23年2月に中国の SNS で22年に中共が合計で28兆元の人民元を増発したと発言していますこの金額はアメリカ・日本及び欧州連合の増発通貨量の合計に匹敵しますが中国の国内総生産 GDP はアメリカの約70%に過ぎません彼は疑問を呈しました これだけ多くのお金を印刷したのに、株価はほとんど上がらず、不動産価格もほとんど上がらず、物価もほとんど上がっていない。これはなぜか。かつて中国企業でマーケティング部門の上級幹部を務め、現在はアメリカに住む政治経済アナリストのリク・エンコ氏は、 昨年中共の公式発表は中国経済がデフレに陥っていることを強く否定していたが実際にはデフレである多くの証拠があり中共が否定することは多くの場合真実であると指摘しました。氏は2月16日に大紀元のインタビューを受けた際。際 デフレはもちろん経済の加工によるものだが実際には中国経済はもはや伝統的な西側の経済学の枠組みを単純に適用することはできない言い換えれば伝統的な意味でのインフレやデフレの概念には当てはまらずそれはもはや中共の独裁政権の管理下にある特有の経済モデルになっていると指摘しました。西側の経済学では 通貨の流通量の増加は通常インフレーションとみなされ減少はデフレーションとみなされますさらに現れた現象として消費者物価指数 CPI の上昇はインフレーションの現れとされ下降はデフレーションとみなされますしかし中国においては奇妙な矛盾が現れています一方で中共は大量の通貨を印刷し広範囲に通貨を増発しており これはインフレの定義に合致しますしかし他方で増発された通貨が発行された後実際に流通領域に入らず実体経済には入らず金融システム内でのみ循環し金融の空回り現象が発生していますその結果経済発展を促進する効果は生まれず中国の経済は下降し物価は下落しています。つまり 実際に流通する通貨実際に機能する通貨は減少しておりその結果デフレ現象が発生しています陸恩光氏は「これは中国の経済が市場経済でないためである」さらに共産党体制内には多くの腐敗した官僚が存在しこれらの官僚のほとんどが国や民衆のためではなく自分の地位を守り金を稼ぐことしか考えていない。 そのため増発された通貨の一部は党内の各レベルの官僚や特権階級がさまざまな手段を通じて個人の名義に移しているといいます YouTube でご覧の方はここまでとなりますここから先の章は増発されたお金はどこへと続きますこれからの世界動向を見極める重要な情報について話していますご覧いただくには エポクタイムズジャパンのウェブサイトで公開しているフルバージョンにアクセスしてくださいフルバージョンをご覧いただくには、高読会員へのお申し込みが必要です月額1100円です概要欄にリンクを貼っておきますぜひこの機会に高読会員にお申し込みいただきこれからの時代に必要な重要情報を入手し続けてください 今までとは違った世界が見えてきます。